けれど、中村さんにまず伺いましょう。浦部の相手が2度変更となりましたけれども、この海外の強豪といかに戦うかですね。そうですね、まあ、バスターの方は、まあ、試合の1週間前ぐらいに結果が今回の試合が正式に決まった選手なんですけど、まあ、WPMF という、まあ、メータイルールの、タイトルを持っている選手で、結構今でもこう肘あり、首相撲ありの試合をたくさんやってて、はい、メータイの双子の選手で、はい、アピシットっていう選手がいて、はい、その選手と試合してて、あとまあ、ショータイムでタイトル取って、ISK のタイトルも取ってるカリム・ベノイっていう選手とも、はい、この時はメータイルールキクルで戦っても肘で負けてるんですけど、はい、まあ、こういったメータイルールをたくさんやってる選手なので、すごく頑丈で、まあ、タフな選手で、まあ、メータイルールが多いんですけど、結構パンチとローが強い選手なので、その辺がこの試合でも見れるかなと思いますね。はい、まあ、逆に、はいはい、ミドル連発、浦部選手からすればこういった、まあ、タフで頑丈な相手に対して倒せるかっていうところが、まあ、テーマになってくる試合になるかなと思いますね。60kg 級のチャンピオン、先ほどは 70kg 級チャンピオンキレアスヒロが勝ちましたけれどもね、はい、対世界そのテーマに挑まなければいけません。足技が強いという情報のバスターが青いグローブを振るってきます。もともと韓国出身だということですね。そうですね、現在はフランス国籍のバスター。そこにこの序盤、まず浦部サイドから藤巻選手に触れていただきましょう。やはり浦部選手はやっぱり空手のキレがあって、倒す技を持っているので、はい、でスピードもあって鋭さもあって威力もある、もうキレはバッチリなので、そこをどう入れていくか、はい、でこのバスター選手やはりムエタイスタイルで下がらない、はい、どんどん前に出てくる選手なので、まあ、そこまで浦部選手が得意とする選手ではないので、そこをどう攻略するか。パンチからローキックというコンビネーションが強いバスターに対して、ワンツーとストレートは浦部が放っていく。そして右ローキックです。すぐにインローを返します。バスター飛び膝、そして右ストレート返すバスターです。これ中村さん、気持ちの方もバスター強そうですね。そうですね、本当に結構記者会見とか前日計量でもすごくなんか落ち着いた表情で自信たっぷりに話してたので、はい、まあ、実力者だなっていうのはなんか雰囲気を感じましたね。はい、そうですね、もういつもオファーがあっても試合ができる準備はあるんだというバスターの言葉が印象的でした。そして小桐巻選手、ローキックなどはちょっと注意しなければいけませんね。浦部、そうですね、浦部選手左のですね、足のローカット、はい、ローカットをあまりしないので、はい、逆に蹴らせて前に出るタイプなので、まあ、効いてこないように注意しなければならないですね。このローですね、はい、確かに蹴りの鋭いところというのは前回のタイトル防衛戦、浦部は大沢文也戦、この試合は中村さんバックスピンキックで強要しました。そうですね、まあ、あとクラッシュではまあ5月にハイキック倒していて、あとまあビッグバンという大会でもハイキック倒していて、結構倒す感覚というのを本人もすごく掴んだというふうに言ってたので、この辺が今回の試合でも出るかどうかですよね。バスター選手はやっぱり打たれ強さがありますね。やっぱりで、おそらく相当練習はしてると思いますね。あ、そうですか。で、気持ちが弱い選手とかもいるんですけども、気持ちが弱い選手というのは練習量が足りないと思うんですよ。はい、練習量が多い選手というのは必ず気持ち強くなりますね。で、逆に気持ちが強い選手、最初からそんなに練習なくても、そういった選手はもうテクニックバンバンやればさらに強くなるんで、そこもトレーナー の, 見せ所ですよね。バックスピンキック、前回大沢文也を下した技を見せました。パンチで右ストレートねじ込むようなバスターです。返す浦部、膝はバスター。中村さん、いろいろな要素が折り重なってきますね、浦部。そうですね、まあ、やっぱり対戦相手がこれだけ変わると、いろいろと、まあ、気持ちの面でも対策の面でもまあ難しいところあると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりそういったものをクリアして勝ってこそチャンピオンっていうのもあると思いますし、まあ、本当にこうどこから崩していこうかっていうところですよね。はい、どうでしょう、小桐巻選手、バスターの穴というのは見えますか？穴ですか？はい、
そうですね、見る限り、まあ、ローも嫌がってると思うので、はい、まあ、ローを打つのと右ストレート、はい、まあ、ガードもしっかりしてるのでなかなか崩すのは大変だなと思うんですけど、ただあのプレッシャーかけさせない方がいいですよね、はい、どんどん前に出せない、で自分が逆にプレッシャーをかけていく、そうすることでだんだん自分のペースになっていくので、はい、そこからが浦部選手の出所じゃないですかね。このラウンドは浦部どうですか。あ、まあ、あのいいですね、あの徐々に押してるし、はい、相手を下がらせてる、ただそう簡単に倒れるような相手ではなさそうな、体も強いし気持ちも強そうな選手ですね、はい、今ローキックは一つカットして右アッパーバスターです、青いグローブ右、はい、すぐにローキックを返してきますバスター。もう体も強いスタミナもある、もうそういう選手にはやっぱりもう一発で一撃で急所を当たるような技がなければダメなんですよね、はい、浦部選手はこの技持ってるので、まあ、そこが見どころですよね。特にその蹴りでしょうかね。そうですね、ここ待っちゃうんですよね、1、2来てまた来てまた来てってなると見ちゃうんですよ浦部選手、はい、バスターはここはガンガン前に出る、まあ、ちょっと手数が多いのはバスターっていう印象はちょっと否めないですね、僕も、はい、僕もよく指導する上で位置に来たら必ず返せと、はい、出せる技を返せと、はい、当たらなくても返せと、それをすることによって相手が出てこなくなるんですよね、そこ浦部選手はやっぱり一発持ってるので狙っちゃうんでしょうね、位置に来てまた見て、位置に来てまた見てっていうのがちょっとやってしまうんで、そのがあるゆえにそのあたりでペースを取られてしまうっていう大きな穴がありますよね。いいストレート、うん、今も出してきます。そう考えるとしかし中村さん、これは厄介な相手ですねバスター。そうですね、もう逆に多分バスターの方はそんなにこれが強いっていう攻撃がないんで、必ず何か攻撃返して最後はローケルみたいな、はい、必ず倒すところを見せたいんだという浦部博隆、ここ2戦は KO 勝利を収めています。もう攻撃力とかスピードとかはもう爆発的なものを持っているので、はい、浦部選手はもうそれをどんどん出していくんですよね。ここまでタイトルを2度防衛しています石川直樹戦、大沢文也戦がありました。タイトル獲得の一戦は強肩竹内雄二戦だった、赤いグローブの浦部博隆、右ストレート、しかしバスターが一発二発と返します。ここもミドルキックですがバスターのパンチ、しかしまた中田さん、やるべきことが見えているということもありますね浦部。そうですね、まあ、やっぱりフィニッシュブローというかやっぱりハイキック、まあ、蹴り技で倒すっていうところが今の浦部選手の最大の武器だと思うので、そこにどうつなげるかですよね。あとこの選手はバスター選手は綺麗じゃないというか、はい、左サウスポーになってみたり、サウスポーからパンチをぐちゃぐちゃ出してきたりとか、綺麗じゃない戦い方の中で、はい、浦部選手が迷っているところもあるかもしれないですね。確かに過去の映像を見ても、はい、結構サウスポーで戦ってる試合とかもなんか多かったりしたので、はい、まあ、ちょっとやっぱ戸惑いますよね、そういった部分では。右腹、浦部のパンチ、顎をかすめるようになりました。これしかし浦部が小泉選手前に今出てきました、バックスピンキックには右ボディ、ちょっとボディ上がりましたね、そうですね、腹へのパンチ、うん、浦部が連打してきます。これをやや嫌ったかクリンチのバスターです。やはり全身ファイト、それしかないと見たか、膝も折り交ぜて右ボディフック、浦部です。タイムストップ、まあ、今のは首相撲、はい、ね、注意でしたけど、まあ、うん、そうですね、さらに前蹴り、確実に今ボディが効いたっていうのはところ浦部さん手応えあるんで、ここからどう崩していけるか、はい、拳自体を投げつけるような浦部のパンチです。特に右のボディフック、右アッパーはバスターが返します。バスターもタフです。口を開いて呼吸するようになりましたが、こうボディが効いてると相手はガード下がってきますよね、その時にボディに行くふりをして顔面に行くとか、はい、フェイントは今度重要になってくるんですよね、こういう時って。その内訳へ浦部の頭にインプットされているか、現時点アッパーをバスター、さらに顎へ、ここも強い、しかし浦部が押し負けない膝、
こいいレバク選手、浦部どうでしょう、ここで引きたくないんですか。そうですね、今引かしているところなので、はい、やはりあのボディに相手は、はい、あの集中してる、殴られたくないと集中しているところなので、こういう時に1個フェイントを入れて上を狙うとか、得意のハイを狙うとか、そういったところがまたできれば素晴らしい爪の対応ができますね。鼻から出血を見ていますが、バスターのかかと落としにもミドルキックで突進。浦部クラッシュバックスピンキックを見せた60キログラム級のチャンピオン浦部、ここで3ラウンド終了。さあ判定によって勝敗が決まります。ダブルメインイベントの第2試合、いかがでした。まあ、3ラウンドは浦部選手がまあペースを取り戻したというか、ペース試合作ったラウンドだったので、はい、まあ、分けるなら 2ラウンドがバスターペース、3ラウンド浦部選手ペースというか、まあ、それはジャッジがどう判断するかですね。さあ発表です。1人浦部、2人目は引き分けです。注目の3人目、3人目も引き分け、1対0、2票以上の差がない限りこの試合は延長戦に突入します。浦部選手これだけ今日60キロのライバルが出てる中で、はい、どれだけあの内容としていい勝ち方するかというところもやっぱチャンピオンとしては、まあえて求めたいなと思いますね、はい。今大会板橋館強肩竹内雄二、石川直樹が同じクラスのファイターたちが勝利してきています。赤いグローブの浦部弘隆、その頂点にいる男です。しかし強い青いグローブのバスター、パンチの打ち合いからミドルキック、さらにかかと落とし。これも小比類巻選手もバスター気持ちでまず負けまいというところなんでしょうか。そうですね、やっぱり最後のランドなんで手数とか気持ちを出した方が勝ちなので、そういった気持ちで来てますよね。ただやはりこのレベルになると、まあ、見てて思ったんですけども、やはりあの、まあ、デビュー戦とか最初のレベルっていうのはやっぱり打ち合いに強かったり当たり前の攻撃ができるんですけども、はい、このレベルになるとフェイントだったりとか、あとは倒す技の数だったりとか、そういったものがすごく大事になってくるなと思いましたね。今こそまさに浦部にそれを出してもらいたい。そうですね、そういったものも今後学んでいって、ね、うん、やっていかなきゃならないなと思いますね。またそれだけの能力があります。左リードジャブから前に前に入った膝、それでもバスターのパンチが止まりません。中村さん、ボディへの攻撃が効いているというのは確かだと思うんですけれどもね。そうですね、まあ、でもバスターもうまくあの回り込みながらローとあのアッパー系のパンチ当てていってるので、ちょっと浦部選手の足が止まってるかなというか、プレッシャーをかけて下がらせるというところは言ってないような感じがしますよね。左ミドル、さらに一撃ローを返すバスター、さらに前蹴り右ストレート、アッパーでバスターだ。このバスター選手のやり方ってのはすごい、まあ、あのやりづらいというか汚いというか、はい、まあ、僕もこういう選手やったことあるんですけども、効かないんですよね攻撃が。浦部選手、もらってても全然効いてないと思うんですよ、はい、でだから何ともないと思って、はい、一発狙ってやろうっていう、一発狙っているという気持ちになるんですよね。ただそれが落とし穴で、あの手数で負けてしまうというところもあるので、非常にやりづらいんですよ、この選手は。もうそれがよく伝わってきます。バスターが、あー、しかし耳の裏でしょうか、負傷があります。中村さん、あれはハイキックでしょうか。そうですね、あのパンチの攻防の前の右のハイキックで多分切れましたね。相当出血はありますね。どうなるんでしょうか。これです。おあと飛んでいったか、レフェリーストップという声。試合は延長戦で終了。まあ、改めて勝者コールがあるものと思われますが、中村さん、これ浦部弘隆の試合ですね。そうですね、まあ、ドクターは止めたという形だと思いますけどね。軟骨が出てしまっているのでドクターストップとしました。耳の軟骨が出てしまったというバスター、はい、まあ、あれで切れてもう、ね、まあ、軟骨が要は出てしまっているという状況なので、まあ、危険な状況と判断されてのストップですね、はい。